飯田さんは盗塁王も取られてます。盗塁を決める中で一番大事なことってズバリなんですか？はい、ポイントとしてはまずスタートですよね。スタート、まあ、精神面で言えば勇気ですね。飯田さん、チームの中で 1,2 を争う俊足っていうわけではなかったですよね。まあね、林といっぱいいますよ。その中でリードオフマン盗塁を取れたのはやっぱりスタートと勇気。そうですね、勇気、まあ研究もしましたけど、やっぱ 100% じゃないんで不安な要素がやっぱ出てくるんですね。でもそこはやっぱ勇気を持っていかないと、うん、まあチームのためにならないし、まあ自分のためにもならないので、やっぱり癖が似てもうすぐ変わっちゃう人なんかいっぱいいるんで、いかにこう根拠を見つけるか、まあさっき、まあ、老人握ったりとか首を振ったとか、はい、根拠を見つければ思い切りがやっぱり出てくるので、どっちかなどっちかなじゃやっぱスタートできないんで、もう牽制来てもいいやぐらい根拠を見つけなきゃダメですね。やっぱそれには研究、うん、相手の VTR とかをやっぱ見ることに時間を費やすことが必要ですよね。まあメモ取ったりね、勉強、はい、他の人が塁出てる時に、まあそういう動作だったり仕草だったりを見つけて、根拠をどん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 増やしてって、だ野村監督に、なんで、まあ、あれ、あの球走ったんだ、言ったらこう、根拠はなんだって言われるんですよ、いつも。だそこで、いや、首を2回振ったので、もう、こうだと思いましたっていう答えできるじゃないですか。いや、なんとなく来ないと思って、じゃやっぱ納得しない方なので、はい、やっぱ根拠を見つけるっていうことが、こう、勇気にもつながるっていう。